はい、ハロフジと申します。シャドウ・オブ・モルドルやっていきたいと思います。軍団長やっていきたいと思います。まあ、とりあえず情報を内政状況をね、説明したいと思います。今ね、ラットバックと協力してこのモックを倒す算段を立てたのかな。で、まあそれで進めていくと、で、まあ前回ね、最後ら辺の方にこのね、ズムグだっけ、ズムグだね、なんとね、僕を倒しまして、軍団長に、雑魚から軍団長にね、上がりましたね。なんでこいつは、自分で育てるっていうかね、ちょっと、何かしらしてあげたいですね。軍団長を始末すれば、その噂が冥王にも伝わるだろうと。これなんかストーリーよりもなんかシステムがすごいですよね。まあ、ストーリーもすごいね。誰これ。また捕まったの？何打つかな？You bastards! When I am war chief, these birds will feast on your guts! Did you see that? 今の見たか？下ろしてくれるか？お前よくやったな。一人倒したじゃん。I'm all right. 大丈夫だ。全然痛くなかった。これ俺のせいじゃない。やつが振り向いたら、まあ双子だからな。まるで双子だ。まさかこんなことかと。死んだ軍団長の代わりはお前がやるんだ。俺が息の根を止めると。お前戦ってくんねえよ。いいね。ただ頭を刺した方がいいぞ。軍団長の配下の兵士たちが本物の敵を相手にどれだけ戦えるか試してやろうと。強戦士の訓練生を倒せと。やっちゃおうかな。まあ、前回ね、じゃあ止めようか。3人のね、小隊長を、と、まあね、激闘を繰り広げて、まあ、見事に負けたんですけどね。繰り広げれてたんで、だいぶゲームの腕はね、上がってるんですよね。エッジ切りで始末しろってことはさ、こうして、強戦士は通常攻撃には反撃してくる。攻撃する前に気絶させろと。まあエッジってそういうことだもんね。基本これやんないと倒せないと。カモン死んだの？ウィー。え、モックの双子の片割れ現れた。うわ、すごいな。威圧感すごい。あ、縦一撃で。待って、多いわ。アビリティちょっと解除しようかな。あれ？パワーが足りませんと。あ、この赤のやつはパワーが足んないんだ。権力構想を達成してくださいと。あ、そういう感じで解放されていくんだ。マジか。待って、これ怖いって。とりあえずね、射撃のやつ倒そう。よし。で、こうやって倒そう。
上から2人ほど倒せるかな。失敗したな。くそ、邪魔しやがって。ちょ、多いって本当に。あ、ちなみにこういう軍団戦ならね、一度やってるんですけど、慣れるもんじゃないよね。あれ、こいつ強戦士？見分けがつかないな。両手武器のやつは強戦士か。ダメだ、歯が立たない。あ、こいつ強戦士いった。ちょ待って、なんか有効な手立てがないと。よしよし、グレートに決まったぜ。こうするしかないな。おーおー、あ、やべ、カウンター失敗した。あー、しまった。これむずくないか。ここに来る前にね、なんか簡単にいけるでしょ的なこと言ったけど、無理だね。簡単にはいけないな。挑戦者もいないと思われるかな。うい、あー、やべ、こいつがダメだった。あー、まず間に合わなかった。カラゴルが下にいたね。カラゴルに、カラゴル一旦解放して、別に味方にしなくてもいいんだよね、カラゴルを。で、出すだけ出そうか。ああ、丈夫なのに。カラゴル、いたいた、出ようぜ。今乗っちゃうかな。カラゴルが嫌いと。お前も弱いな。カラゴル、元気しとうや。あー、飛んでった。え、あいつそんなことできるんだ。ちょ、乗った。頼むよ、カラゴル。もうちょっとこっち来て。カラゴル、上からやばいって。上から恐怖ね。今、ちょ、来て。今、よっしゃー。まだだ。そう来るか。よしよしよし。降りて戦おう。よし、いい仲間を手に入れたぞ。敵さっきより多いな。カラゴル回復させる。ちょ、カラゴルがやばいやばい。めっちゃ攻撃力出る。いや、敵をね、噛みつくと回復できるんですけど、激しいな。何が起きてるか分かんないよ。あいつ自分で噛みついた場合でも回復するのかな。あ、忘れて、あいつカラゴル見ると怒るんだったね。おー、思い出した今。カラゴルはとりあえず出そう。ただし降りずに出そう。カラゴルの位置上がった。ここら辺で、よし、もう一体いるから、そいつも解放して、とりあえず敵を増やさせよう。カラゴル出ちゃって、危ない危ない危ない。怒るんだろ、知ってるぜ。お、ここ安全っぽくないか。
りあえずカラゴルは簡単にやられないと思うんで、あっち来てくんないか。カラゴルやっちゃって、うえー、このゲーム本当にカラゴル強いっすよ、ね、あいつはどこ行くんだ。俺はどうやって戦おうかな。おい、ちょっと行っちゃって、よーしよしよし、俺も戦おうか。今ね、敵がカラゴルをね倒しに下に行っちゃってるんで、あ、ちょ待って、なんかちょ待って待って待って、離れすぎているっていうのはダメなんで、ちょっと、まあ、様子見ながらでいっか。なあ、さすがカラゴルの対処法知ってんな。あいつ自体燃えてね。え、あいつ大丈夫？これカラゴルがいるからどうしようもないな。これ乗っちゃおう。間に合って、よし、カラゴルマスターやな。おらおらおら、わかんない、何噛みつきはダメか。これいいんじゃない？カラゴル暴れすぎてさ、敵がねいないんだよね。あそこに1体いるくらいだよな。最初からこうすればよかったね。使えるものは全部使うと。もうさ、カラゴルも単体でやって。カラゴルー！お前鬼か。カラゴル死んじゃったよ。お前どうやってやればいいんだ。あ、これね、このコンボね、これは万能なんだね。よいしょ、はい、終わりね。はあ、無駄に手こずったな。お前もそんないい家やんねん。ついにラットバックが軍団長だ。頑張ってね。耳取るっていうのは中国の文化なんかな。やったな。取引を守れよ。ああ、心配するな。ラットバック軍団長は誰にもお前の汚い陰謀の邪魔をさせない。マジか。それは構わない。それ借りていいか。もっと鋭い剣が欲しいな。知らないけど、決闘ね。だいぶ力の差あるけどな。お前8です。おお、なんか強化された。なんか関係が今できてたね。偉大で強力なラットバック、なるほど。で、一応待って、ラットバック見てみようか。ラットバックなんか2人を配下にしてるね。オルロクとブロック。俺ブロックと一回やってるよ。うん、一回やってるな。で、マップ開いて、砕かれた記憶に間違えたな。ズームこっちだもんね。はぐれ者か、砕かれた記憶、決闘。
決闘はいいでしょ、やんなくても。あ、でも決闘でなんか能力を高めないといけないんだよね。じゃあちょっと今回決闘までやろうかな。このパワーがないとアビリティ解放できないんでね。カラゴルはいないかな。カラゴルのマークが未だにわからん。矢がもったいない。まあいいや、とりあえず行こうか。軍団長が選択されていないオプション長押しと。あ、標的にしろってこと？いや、アビリティ見て解放できるならば行かなくて、あ、いいか。権力は構想を達成し、招待状を倒してパワーを手に入れ、新たなアビリティの階層を解除しろと。俺が欲しいのはな、これだよね、ブランドだよね。これでもメインミッションか。衝撃波、処分、クイックドロー、ステルスドレイン。こっちはなんだ、見せしめ、ラストチャンスの抵抗で致命的な一撃、増加量が2倍、探検投げ。あ、これいいな、実用的だな。でもないか。じゃあそうだね、権力よりも、じゃあ倒すか。未知の軍団中、新たな標的と。こうしたらどうなんの。情報を入手して素性を確認しろということで。まあ、じゃあとりあえず今回まだ続けようか。素性をね、聞くには小隊長が一番早いかな。よし、あれお前小隊長じゃね、気のせいか。あ、ブロック、また逃げるのかと。こいつ一回逃がしたんだよね。こうでしょ。で、はい、情報提供よろしく。見えるぞ。こいつから聞けないと思うんだよな。聞けるの？あ、聞けた。こう強そうなんだけど。弱点、ステルシュフィニッシュに弱いと。何これ、戦闘フィニッシュのダメージ弱い、グラウグが嫌い、激怒するっていうの怖いな。そうだね、武器ルーンをちょっとつけようかな。今ついてるこれ、ルーン利用可能と。ラストチャンス成功時、フォーカスとエルフショットが全回復。2個つけれるね。回復的なやつ欲しいな。 60M で解除と。この M って何M 何か分かんないな。まあ、L あるから使うか。真実の矢と、まあ、トロフィーもらえるのはありがたいね。あと 60M か。回復系のやつ欲しいな。小隊長が軍団長を倒すとフォーカスと体力が全回復。頭を爆させて敵を倒した時に 43% の確率でフォーカスが 50%。 フォーカスよし。近く、これかな。何が増えたんだ？あ、これか。ちょうどいいとこにあんな。牛バカ。壊れた盾にエルフの
異種が彼の支持者を飼っていることを見せろと。軍団長に挑む前にその護衛を先に倒せと。護衛っていうのは多分さ、この配下のことだよね。全然と違うとこにいるな。じゃあストーリー解禁されたんでそっちの方行くしかないね。さてさて間に合えよ。よしバッツよし。やっちまいな、お前じゃ無理だよ。で噛みつくと。これ剣のなんか範囲がすごい広いよね。見えないな。よかったよかった倒したね。じゃあ今回はここにしたいと思います。